安藤直行は、江戸時代後期の紀の国田辺藩十七代藩主。明治維新後は家族に列し、貴族院議員や日本、帝国小住者的協会理事などを歴任した。議会は、十三味。君党は、君四党。爵位は男爵。安政五年十一月二十日、紀州藩付家路、安藤直弘の四、男として、江戸小石川水道町の安藤八神屋敷にて誕生。 陽名は、通る含福丸。文久3年3月に家徳を相続したが、ほどなくして、父が当主に復帰している。明治4年10月27日、15位に上位し、翌28日に元服した上で昇殿を許され、明治天皇に配越する。父の隠居により、同年11月8日に家徳を相続する。明治6年6月12日に、 天皇のご雑書である旧江戸城祭の丸御天が消失したため、永前条約として金百円を建納する。明治九年十一月五日、小石川水道町の辞典を旧江地前福井藩主松平重明に譲り、直行は深川竹町六番地に転居した。三河安藤氏は藤原姓を自称していたが、これは安倍姓を藤原姓に改めたものであるとして、 明治9年10月16日に、区内省に、安倍副政を願い出て、翌明治10年1月19日に副政が認められると、公別に編入された。明治17年7月8日に特使をもって家族に、列死、男爵に除される。明治30年7月10日の第二回白紙、男爵議員選挙で、初当選し、貴族院議員に就任。 明治33年6月20日、生四位にジョイ。明治39年4月1日、日露戦争の功により、訓四等旭日賞受賞を受賞。明治41年3月6日、死去。同日付で十三位にジョイ。家徳は、長男、自家優が継いだ。ありがとうございます。